今週は浦和だよ全員集合スペシャル。今宵新しい浦和が爆誕しちゃいます。切ない浦和でしょうね、ここはね。埼玉の逆襲。スーモさんが毎年実施している2021住みたい街ランキングというのがあるんですが、はい、なんと浦和が8位に入ってるんですよ。中目黒より上なんです。中目を超えた、ついに浦和。そうなんですよ、ね、埼玉。浦和とつく駅は、市内に8つあるんですね。その中にはエセ浦和があるんじゃないかというふうに踏んでおりまして、今回は浦和と名のつく駅の代表者の方を集めまして、各代表者によるアピール合戦や討論で本当の浦和とエセ浦和を決めたいというふうに考えております。今回も審査委員長をメベロオキさんにお願いしたいというふうに考えておりまして、これはまた浦和から苦情が来ますよ。浦和仕分け委員会を開催してみた件、お願いします。お願いします。お願いします。はい、本日はスケジュールの関係で、武蔵浦和と、浦和美園の代表者の方は事後収録ということになりますのでお願いします。ちょっと玉屋、はい、もうすでにこの話し合いに来ない時点で僕はだいぶマイナスですよ。今日のスケジュールの関係でということでございます。はい、まずは浦和駅代表高橋さん、地元で観光ガイドをしてるんだって。続いては北浦和代表大森さん、3人のお子さんを育てるパパから見た北浦和のいいところをアピール。そして東浦和代表清水さん、清水さんは4人のお子さんの育児に奮闘中のママなんだって。家族の期待も背負って頑張って。続いて南浦和代表立木さんは写真館の2代目として毎日皆さんの思い出を形に残すお仕事をしています。そして西浦和代表佐藤さん、何でもお仕事がちょっと変わってるらしく、職業はですね、実は私は探偵業を営んでまして。探偵？続いて中浦和代表の坂下さんは南区にある銭湯鹿島湯の3代目として地域の皆さんの憩いの場を守り続けています。そしてこの日参加できなかったお二方です。武蔵浦和の玉子さんは現在会社員として働きながら浦和浦日記というブログで浦和の今を発信中という、まさに浦和の申し子。最後は浦和美園で農業を営む横山さん、職業は農業をしております。浦和美園に住んでですね60年、生まれも育ちも、浦和美園です。よろしくお願いいたします。参加者が出揃ったところで参りましょう。うちのここがすごい PR 対決。参加者の皆さんに愛する地元自慢をしていただきます。制限時間は1分。我が町こそ本当の浦和だという PR を存分にしていただきましょう。1分超えたらちょっともうすでにマイナス点入ってきますので、それでは1分超えそうなほど盛りだくさんの浦和の紹介を1分でお願いします。はい、すごさを4点あげます。はい、中山道浦和宿、浦和のうなぎ、文京都市、サッカー発祥の地です。西口から少し行きますと賑やかな通りがあります。それが旧中山道。はい、その中山道にこういう説明板ができました。これは車道側から、これが歩道側から、浦和宿中山道がよくわかるような、説明板です。浦和といえばうなぎ、西口にうなこちゃん像、観光大使を務めてますがうなこちゃん像がありますね。中山道にも うなぎ屋さんの老舗があります。江戸時代紀伊飯店にうなぎを運んだという老舗があり、さすが浦和の観光ガイド、情報量がすごいけどちょっと長いのですいません。細木四郎という方が赴任し、その先生がサッカー部を作り、やがて教え子たちが各地へ散っ
って赤き血のイレブン、ご存知ですか？漫画の本になりましたね。それから列へと、流れが続いていきます。もう2分超えてますこれが埼玉発祥。浦和さんそこまでです。すでに減点入ってますんで気をつけてください。はい、浦和は何でもあるんですけど、そこから一駅離れた北浦和っていうのはすっごく穏やかに暮らせて、かつ人の温かみがある町です。でこれ見てください、駅からですねもうすぐ、出たところに北浦和公園っていうすごく緑あふれる、あこれラーメンの写真だ、間違えちゃいました、こちら北浦和公園ですね、緑あふれる公園があります。でただ自然がもうこうあるだけじゃなくてですね、この北浦公園って文教都市浦和ってさっきやりましたけど、こうやって大きなすごい大きな美術館があったりですとか、あとは噴水がですね広がっていたりとか、もう本当に市民の憩いの場になっていて、こんなに緑が溢れていて、そうやって美術館とかもある公園っていうのは、他の浦和にないです。北浦公園すごいいい場所です。でプラス北浦はですね商店街があります。ふれあい通り商店街ですね、本当に洋食屋さんだったり、お肉屋さんだったり、いろんな、お店が集まっていて、すごくですね、埼玉、市民の、憩いのですね、ここも商店街ですごい活気のあふれる場になってます。1分経過。本当に北浦すっごくですね浦和の中でもとってもいい街になってます。ぜひ、はい、北浦の良さ知ってください。はい、ありがとうございます。30秒オーバーしてます。あまだダメですね皆さん今のでオーバーですからね、1分以内でお願いします。1分以内でお願いします。東浦和駅は緑区にあり、路線数は武蔵野線の1本です。越谷レイクタウン駅までは10分、ララポート、コストコ、イケアがある新三郷駅までは乗り換えなしで20分以内で行けちゃいます。東浦和駅周辺の緑区エリアは水沼大用水を使った田園地帯と学校、住宅街と緑が多いエリアです。広めの公園が多いので子連れファミリーに人気のエリアだと思います。私もよく子どもたち4人連れて行ってます。でバスから、あ、すいません、駅でバス10分ほどのところにプラザイストっていう大きな公共施設があるんですけど、それは図書館、あと遊び場、音楽ホール、キッチンスタジオ、会議に使える部屋などがあって、地域の人のコミュニケーションセンターのようなところになります。写真をお見せしたいと思います。見えるかな？公園ですね。あ、見えますか？1分です。はい。1分経ちました。もう厳しくいきます、時間に。ここから南浦和です。こちら南浦和駅です。ちっちゃな駅ですがとてもいいところです。南浦和を四季に沿ってご案内します。まず春、7つの公園で桜が満開となります。ソメイヨシノをはじめ10種類以上の桜が咲き誇ります。とても写真撮るのにもいい街です。夏、浦和よさこいがございます。1000人以上にわたる子たちが南浦和の中を舞い踊ります。残念ながら去年はコロナで中止となってしまいましたが、今年度今開催中を今検討中になってます。秋スタンプラリーというのをやっています。そちら商店街行事となりますが、500人ぐらいの女の子たちが、子どもたちがお菓子をもらいに各お店さんに回ります。去年やはりコロナの影響でリアルなことができなかったんですが、オンラインを使って YouTube を使った動画で皆さんのお店回りをいたしました。冬、西口の駅前に、氷川神社があります。こちらは、お参りに初詣お参りに行きますと全員家庭数1個ずつだるまがもらえます。毎年多くの方が、1分です西浦の紹介したいと思います。非常にシンプルな駅です。駅前にはですね桜区の玄関口なんですけど、河津桜が、咲き誇ります。河津桜の写真はないんですが、代わり駅前にこんな可愛らしい花壇があります。これは我々が管理しております。駅前にはですねこういった商店街、我々商店街なんですが、眼科やですね、なんか見えますけど、医療も充実してまして、これはですねすげえ街ですね。これをこちら、商店街の中心部でございます。あとですね、非常にですね各商店ですね、近い距離でですねお話できますので、かなり地域密着型の商店街として、我々はですね活動しております。早口で申し訳ないですけど、いやもう56秒最高でした
皆さんがお話ししたのが全てだと思うんですけれども、やっぱり浦和のいいところっていうのはやっぱり人だと僕は思ってます。中浦はとにかく赤ちゃんからお年寄りまで本当にいろんな祭りであったり行事であったりに、参加する、そんな土地柄のある、場所がこの中浦和という場所で、古くからの建物が、ちょっと取り残された感はありますけれども、高層マンションもないし古い街並みがまだいっぱい残ってます。浦和を作り出した始まりの地は中浦和です。別所間の周り、ここから始まったと僕は思ってます。中浦和、よかったら遊びに来てください。一周1キロの別所間走りに来てください。よろしくお願いします。素晴らしい、39秒ですよ、素晴らしい。では武蔵浦和と浦和美園の PR です。1分以内でお願いします。私がおります武蔵浦和という町なんですけれども、武蔵浦和スーパー恵まれすぎ問題というのが社会問題としてございます。まあ、少し挙げると、駅前にマーレで、マルエツが1店舗のみならず2店舗なぜかございます。あとは最近オープンしたのがドン・キホーテとオリンピック、さらに OK ストア、こちらがですね駅の徒歩県内にございます。武蔵浦推しポイントがありまして、武蔵浦は2路線いっぱいすぎて便利すぎ問題っていうのがあります。まず武蔵浦にとっている路線が埼京線なんですけれども、ここから大都市大宮に行けて、さらに北の、南の方に下っていくと、東京の、赤羽、池袋、新宿で、さらにその先の渋谷、お台場、ビッグサイトなどアクセスできます。でさらに武蔵浦はもう一本の線が通っていて、それが武蔵野線になります。まず浦和美園はですね、浦和で一番新しい駅です。浦和美園ウィングシティとして新しい街づくりをしております。こんな感じですね、浦和美園ウィングシティということで、はい。次にですね、ランドマークとしてサッカー浦和レッズの本拠地、埼玉スタジアムがある町です。そしてですね、自然豊かな町で日本一長い見沼田んぼの桜並木がある町でもあります。また歴史と伝統文化の町でもありまして、日光御成道沿いである沿いにある大門神社のおみこし、南部領辻地区である和紙神社の獅子舞は江戸時代から続く由緒あるお祭りもあります。そんな、浦和美園は新しい文化と伝統文化、そして緑豊かな自然に囲まれた、とても住みやすく心癒される街です。以上、浦和美園の紹介でした。ありがとうございました。シビアな時間制限の中 PR をしていただきましたけれども、ここで一旦暫定でいいので、はい、お手元のボードでですね、ちょっとここは浦和じゃないんじゃないのって思ったところがございましたら、ちょっと出していただけますでしょうか。どうしようかな。駅で言うと最高です。PR タイムはもう終わっておりますので失礼ですが、はい、はい、ではどうぞベベルさん。はい、もう本当皆さんに PR していただいて申し訳ないんですけど、この駅の 路線図みたいな、ね、地図を今手元に僕見たんですが、はい、京浜東北線は多分この浦和を物語る上では外せない線なんであろうと。でちょっと多分武蔵野線になってくるとちょっと怪しいかなという、もう浦和美園に至っては、いや浦和から離れすぎてねえかっていうのを。続いては浦和じゃない方決定戦。このコーナーではここは浦和じゃないんじゃないという怪しい地域を浦和在住の皆さん自ら仕分けをしていただきます。まずは北浦和の大森さんのご意見から。
やっぱりビブルさんおっしゃる通りで、あの武蔵野線沿線と、まあ、裏味噌のっていうのはちょっと外れすぎてるので沿線の方を入れさせていただきました。なるほど。そして東浦和の清水さんは浦和区なんですよね。北浦和駅さんと浦和駅だけが、だからじゃあ浦和かなと思ってます。あ、他違うんですね。浦和区という住所は2つだけですか。はい。あ、なるほど、わかりました。で、浦和味噌に関してはなんかもう独立国家ってイメージなので、浦和味噌のあれですよ、埼玉スタジアム、はいはい、あのサッカーのね、サイスタがあるところですから。だからみんな多分浦和の人たちはあの駅は後付けだっていう印象が多分ちょっとあるんですよね、その感じが多分皆さんがね、やはりちょっと別に見てる感じがビシビシ伝わってきたのが浦和味噌のでした。なるほど。独立国家とまで言われてしまった浦和美園の横山さんはどこをエセ浦和にしたのかな。浦和に住んで60年ですけど、一番利用したことがない駅が中浦和と西浦和。友達もみんな結構こういっぱい住んでるのであんまり言いたくはないんですけど、ただ基本的に馴染みがない。浦和美園から馴染みがないと言われた中浦和の坂下さんはエセなしというお答え。なんとも埼玉県民らしい平和的なご意見でリモート画面がほっこり仕掛けたのですが、さあ続きましては西浦和さんお願いいたします。はい、これです。エセは中浦和だけ、はい、そうです、中浦和はですね、浦和駅も近いし、武蔵浦和も近いし、あのどっちも化けれるんですよ。中浦に住んでても俺浦和に住んでる、中浦に住んでても武蔵浦に住んでる。中浦さん、あの直接的な反論等々ありましたら、あの西浦の佐藤さんが言った通り、どこにでも化けれる、つまりどっからでも浦和だってことなんです。中浦和っていうのはじゃあ何区になるんですか。桜区、南区、あでも 浦和区も入ってますし、で中央区、この4つ。なるほど、結構分かれちゃうんですね中浦和は、はあはあ、まあ、どっから見ても浦和は浦和なんです。なるほどね、ちょっと印象変わりましたね中浦和。私はやばいただ私の印象からしますとね、駅がないから1個作ろうかみたいな駅が中浦和になったって感じですか。中浦和に住んでる方で中浦和を使う方は少ないですね。どこ使ってんすか。バスで浦和駅に出たり。あ、みんな浦和駅使ってんすね。わかりました、ちょっと中浦和エセの方に移動させていただきます私なるほど、だいぶ印象変わりましたね。そうすると浦和と呼べるのはここなのかなというのはなんとなく私固まってまいりました。結果発表。独断と偏見ですがエセ浦和はここじゃないかと思っております。審査委員長ビビルさんの最終ジャッジはこちら。本当の浦和には浦和、北浦和、南浦和、それ以外はみんなエセ浦和という辛口な結果に。これは正直浦和にお住まいの方で認めてくれる人多いんじゃないでしょうかただ今日聞いててね、やっぱ中浦和の歴史がちょっとやっぱ切なくなりましたね中浦和に住んでる人も結局は浦和駅を利用してるっていう、でもこう景気の良かった80年代に駅を増やしてしまったという中浦和、なんかね哀愁感じました。中浦和単なるエセと呼びたくないなという気もしてます。切ない浦和でしょうねここはね中浦和。ってことで浦和じゃない方決定戦を受けた最終結果はこちら。本当の浦和、エセ浦和、そして切ない浦和がここに爆誕。頑張れ中浦和。なおこの件に関する苦情は一切受け付けませんのであしからず。ありがとうございます。これだけ駅の数があるってなかなかないですから、さすがでした。浦和の皆さんありがとうございました。そろそろ終わりなんですけれども、はい、なかなか楽しかったですね。僕も初めてね、はい、第三者委員会っていうのをやってみましたけどやっぱ難しいですね。難しいですね判断が、